ミス・アンドレッティとは、オーストラリアの競争場、繁殖品場である。スプリント戦で活躍し、G1 競争で5勝を挙げた。2006、2007年シーズンのオーストラリア年度、代表場。3歳春シーズンまでは、オープン馬の対象格的な存在だったが、3歳秋に、ウィンターボトムステークスで、初重賞勝利すると、 二走後のプリンス・オブ・ウェールズ・ステークスも勝利し徐々に頭角を表していった。その後の三走は、盆走続きだったが、四歳になり、ストレートシックス・ステークスで復活すると三連勝で、マニカとステークスを制した。しかも勝ちタイムは、レコードタイムで、一躍オーストラリアの短距離界のホープになった。2007年に入ると、 グローバルスプリントチャレンジ初戦のライトニングステークスを、いきなり、レコードタイムで勝利すると2戦目のオーストラリアステークスも完勝する。この頃から欧州遠征が決定し、遠征前にニューマーケットハンデキャップに出走。ここでもレコードタイムで完勝する。舞台をイギリスに移したホヌマは、GSC 第3戦のキングズスタンドステークスに、出走。 前年の GSC の覇者であるテイクオーバーターゲット、ラを破って、ここでもレコードタイムで勝利した。なお、GSC が成立して以来ライトニングステークス、オーストラリアステークス、キングススタンドステークスを連勝したのは、史上初である。しかし、中3日で臨んだ、GSC 第4戦ゴールデンジュビリーステークスは15着と、大敗した。この大敗を受けて、 当初の予定に入っていた、ジュライカップは回避式国、休養に入った。春に復帰後は、シュエップス・ステークス、エイジ・クラシックと2連勝。さらに11月28日に発表された、オーストラリア競馬委員会の年度表彰で06、07、シーズンの年度代表馬に選出され、新たなタイトルを携えて、第9回香港スプリントに出走した。 ここで2着以内に入れば、GSC 優勝となる重要な一戦で2番人気に、押されたが、圧倒的1番人気に支持された地元香港の、セイクリッドキングダムの10着と大敗した。このレースを最後に現役を引退し、繁殖品馬となった。ありがとうございます。